スミーさん、画面右上がシリウスです。シリウスの上を飛行機が通ります。シリウスの右上を通った飛行機が、オリオン大星雲を突っ切ります。オリオン大星雲がすごいことになっています。飛行機がオリオン大星雲に突っ込みました。オリオン大星雲が次々と飛行機に襲われています。寺沢さん、オリオンも飛行機にはかなわない。スミーさん、火の鳥が串刺しです。こんなオリオン大星雲は初めて見ました。串刺しオリオン大星雲と月のコラボレーションをお楽しみください。シリウスも入れました。今夜も星空ライブを楽しみましょう。綺麗な月が見えています。月齢 9.7 です。中央下の左寄りの目立つクレーターはコペルニクスです。ネアゲンさん、こんばんは。こちらは FMA135 でモンキー星雲ライブスタック中です。明日から4月。冬の星座ともお別れですね。スミーさん、今日の月は地球から最も離れているようです。視直径が2930です。オリオン大星雲が入りました。オリオン大星雲の元を飛行機が通りました。オリオン大星雲と飛行機のコラボです。シリウスが入りました。ミフトシチャンネルさん、こんばんは。寺沢さん、こんばんは。スミーさん、画面右上がシリウスです。シリウスの上を飛行機が通ります。シリウスの右上を通った飛行機が、オリオン大星雲を突っ切ります。オリオン大星雲がすごいことになっています。飛行機がオリオン大星雲に突っ込みました。オリオン大星雲が次々と飛行機に襲われています。寺沢さん、オリオンも飛行機にはかなわない。スミーさん、火の鳥が串刺しです。こんなオリオン大星雲は初めて見ました。串刺しオリオン大星雲と月のコラボレーションをお楽しみください。シリウスも入れました。ASI Air、ミニの Wi-Fi が途切れたので、月だけにします。復旧しました。エミュレーターソフトで動かしているので、時々切断します。今度は、人工衛星がオリオン大星雲を貫きました。今日はオリオン大星雲が狙われる日のようですね。寺沢さん、顔顔。スミーさん、冬を代表するオリオン大星雲が、冬の終わりとともに優秀の美を飾ってくれています。寺沢さん、星見さん、はじめましてでしたね。星見さん、こちらこそ、はじめましてですね。スミーさん、あれ、毎日のようにお越しいただいているような気がしていましたが。寺沢さん、ああ、私が星見さんとお話しするのが初めてという意味です。スミーさん、時間帯がずれているかもしれませんね。星見さん、私もお話をするのが初めてです。スミーさん、そうでしたか。星見さん、自分はライブ配信時間の早い方ですかね。スミーさん、常連の皆さんなので、てっきりお話し済みだと思っていました。今日のオリオン大星雲は少し痛々しい姿をしていますが、飛行機と人工衛星のいたずらです。星見さん、スミヤさん、飛行機は成田の発着になるのですか？寺沢さん、満身創痍の火の鳥ですね。スミーさん、オリオン大星雲を襲った飛行機は羽田空港に向かっているようです。寺沢さん、月はまだ高い位置にあるから、突っ込む飛行機もなさそうですね。スミーさん、成田空港からの飛行機が真上を通ることもありますので、月も危険です。星見さん、すいませんでした。M42 撮影している人工衛星映っているし。寺沢さん、三つ星付近は人工衛星の通り道ですね。スミーさん、スターリンク衛星が連なってよく飛んできます。星見さん、本当にその通りですよね。改めてそう感じますね。寺沢さん、薄明が終わった頃に M42 撮ってたけど、スタックしたの保存するの忘れた。スミーさん、あるあるですね。寺沢さん、10時過ぎてるのに飛行機飛びまくりですね。最終便の書き入れ時ですね。寺沢さん、M42、スタックエラー続出ですね。スミーさん、そろそろ地平線に沈みますね。寺沢さん、なるほど。スミーさん、高度が 3.5 度です。限界ですね。寺沢さん、そこまで見えるのが羨ましい。寺沢さん、私の家からでは、薄明終わって15分ほどで視界から消えてしまう。ワットアイアさん、今日は月面、が見えました。初めて見てググったらそういう名前の影でした。寺沢さん、ワットアイアさん、はじめまして、こんばんは。
あき、まさん、皆さんこんばんは、舞い戻ってきました。寺沢さん、あき、まさん、はじめまして、こんばんは。オリオン大星雲が沈みましたので、月だけにします。M13 が入りました。ヘラクレス座大球場星団です。夜も更けてきました。そろそろ終わりにしたいと思います。長時間にわたってご視聴ありがとうございました。また明日のお越しをお待ちしております。おやすみなさい。ムグさん、今日も配信ありがとうございました。おやすみなさい寝顔。スミーさん、ムグさんおやすみなさい。